は崩さないで歌います。落ち込んで立って胸を張って踊ります。目の前のアンさんが元気になりゃ悲しみなんて飛んでくバイバイバイ。生きているそれだけで不幸せと嘆く人、生きているそれだけで幸せだと笑う人。もう結局ほぼほぼどっちを選ぶかは己次第さ。どんな仕事もそうだ、働くってことは誰かをニコニコにすることさ。アイドルなんかもそうだ、必死に頑張ることって誰かが幸せになるのなら、そんな幸せなことはないさ。そう感じたならば転職さ。はい、ご検討いただきます。ということで以上になります。終わりました。お疲れ様でした。